団をねかぶって逃げろと。焼夷弾やから火の粉が落ちてくるから。そのまた火の粉がね、こんな大きな火の粉なんですよ。鉄砲作って大砲作ったらやるとなるでな。もうこれが最後の自分のそれこそ晴れ舞台。一遍ちょっとダウンしたら無理ですな。細くなって死ぬんちゃうかなと思って。なんでやな。ファッションショーに出れるのが兵庫に引っ越してきてよかったなって思ってますから。来年まで元気でとかいう目標ですよね。